アローハーエビバリシュゲナベイベー。今日の今県ハワイライブです。はい、今日ですね、2020年の8月26日水曜日のワイキビーチ、ちょっとね風は吹いてるんですけども、空こんなに青くて、今ねちょうどね夕方、5時半のワイキキビーチの様子です。はい、それじゃあ今日のメイン行ってみましょう。はい、皆さん、この像何か分かりますかって聞くなよって感じですよね。はいはい、デューク科花木像です。はい、デューク像ですね。ちょうど今、横顔が夕日に照らされてこんな感じに、で、レートがかけられてますね。はい、それじゃあですね、なんでですね今日ここに来ているか。はい、でね、今県なんですけど、今日こんな T シャツ着てます。見えますか。はい、ほらほら、スタッフって書いてあったりもしますよ。デュークスオーシャンフェスト。はい、でね、この T シャツを着て、これね実はね着るの初めてなんですよ。サイズ合わせの時に一回着ただけで、なんで今日初めて下ろしてます。でね、このね T シャツなんですけど、これオアフ島のねワイキキで毎年このデュークさんの誕生日の時期にデュークスオーシャンフェストっていうねイベントが開催されるんですよね。それはいろんな種目のねサーフィン大会が一気に行われる、いわゆるねハワイのサーフィン大会のお祭りなんですね。で、今県去年そのサーフィン大会に出たんですよ。はい、でこの T シャツはねスタッフって書いてましたけど、その時のね参加者に配られた T シャツです。はい、ということでね、今日はデューク像の前に来ているので、その、T シャツを着て、デュークさんのところにあるちょっとことをしに参りました。はい、いやーもう勘のいい今県ハワイのビューアーだったら分かりますよね。はい、8月24日はそうデュークさんの誕生日だったんですよ。はい、なんてね、それでこのデュークさん、デューク像にハッピーバースデーって言うと思いますか。はい、実はねそう思った人まだまだ甘いな。そういう人、今県ファミリーの歴史まだ浅いでしょね。だって今日今県はですね、デュークさんに、デュークさん8月24日の誕生日にお祝いに来なくてごめんなさいペコリって謝りに来ました。はい、だってあの日から調子悪かったもん。だからねっていうのは言い訳で、実はねすいません本当にデュークさんペコリ忘れてました。いやいや、びっくりしたな本当。いやだからね、本当はねこのデュークさんのねデューク像の前でハッピーバースデーさん歌いたかったんですよ。けどねほら今年できなかったでしょ。だからね、来年への繰り越しってことでお許しくださいませペコリ。はい、でね、そんなねハッピーバースデーソングを送れなかったんですけど、こちらの歌をプレゼントさせていただきます。はい、いきますよ。だから好きだと言って天使になって、そうして笑ってもう一度ということでね、来年は、今県ねデュークスオーシャンフェストのサーフィン大会また頑張って出ますんで、その時にね今県のことを好きになっていただき、でね笑って笑顔で、サーフィン大会の様子、今県が活躍できるように見守ってくださいということで祈りを込めて、だから好きだと言って天使になって、そうして笑ってもう一度よろしくお願いしますデュークさんペコリ。はい、ということでね、今デュークさんへのお詫びは完了。はい、で、ちなみにですね、サンダルさんがこのデュークさんのね誕生日を祝う動画をもうアップされていて、もうね何人か見てらっしゃると思うんですけど、すごいいい動画なんですよ。素晴らしいんですよ。だからね、今日のね概要欄にそれ貼っときますんで、ぜひぜひ見てください。でね、これ何が素晴らしいかというとですね、はい、サンダルさん、本当ね僕ね見ててね、あのね動画のセンスの良さにね感動しました。なんでかというとね、サンダルさんも書いてましたけど、ハワイのね近代の英雄ってね説明されてたデュークさんの
動画撮影の時に、はい、ハワイのね近代サーフィンの英雄だったベン・アイパーのボードに乗ってレポートしてるでしょ。それでね、最後のサンセットとデューク像が被る、ほらこういうショットあったでしょ。ここね、ほんとすごいっすよ。あの絶妙にフレーム内にねサーフボードのテールとフィンが収まってる。でしかもね、サンダルさん、あれね、だって GoPro 口でくわえて、口でこうやって構図決めて撮ってるんでしょ。波のせつ、あの撮影テクじゃないっすね、あれは。びっくりしました。はい、ということでね、見てない人、いやまあいないと思うんですけど、サンダルさんの動画ですから。だけどね、あのご覧になってください。概要欄にリンク貼ってきます。はい、でね、あとねもう一つ、今ねデュークさんに謝りました。今県ですけど、最近ねほら昔の今県の動画が挙動ってて、挙動犬って言葉がバービーさんと、坂弓に受けてると思うんですけど、実はね今県ね、こういうハワイの偉大な人にね、あの謝っている動画っていうのがね存在します。何かというと、昔プリンセスカイウラにお詫び動画っていうのを今県上げたんですよ。でね、そのお詫び動画なんですけど、今本当この喋りになった今県が見てもすんげえ笑えるんで、そのね概要欄に貼っておきますんで、ぜひぜひ見て笑ってください。はい、なんか今まででこの今県ハワイ見て皆さん笑ってくれたこといっぱいあるかもしれないけど、多分その動画がね最高に笑えるかもしれない。なんか俺あんまり見てほしくもないなって気がありつつ、見てもらって笑ってほしいなって気もありつつ、なんで絶対見てくださいね。はい、じゃあね、今日ここから、夕暮れのね、ワイキキのビーチっていうかワイキキのこの道をね歩いていきながら撮影していきましょう。明日からねロックダウンだから、こうやって自由にね撮影できるのもね、貴重なんで、はい、じっくり見てくださいね。はい、じゃあね、今日なんですけど、ここまで引っ張っといてなんか今更なんですけど、チャンネル登録者数ね日に日に増えていってます。今県ファミリー協力してくれてるおかげかな、ありがとうございますペコリで。ね、初めて見てくださった方のためにチャンネルの説明をさせてください。はい、で、このチャンネルはハワイから生ライブ映像を一切編集加工なしで一発撮影動画で毎日毎日配信しております。しかもね、このコロナの感染が広がってるハワイ、明日からロックダウンですが、そんなね悪いムード、暗いムードをぶっ飛ばせということで、毎日毎日ね気持ちを込めてポジティブな内容ばっかりを毎日配信してます。なのでハワイ大好きな方、ハワイを毎日感じていたい方、ハワイからね毎日ポジティブパワーをもらいたい方、毎日毎日動画アップしますので毎日見てください。はい、でチャンネル登録の方はぜひ登録していただいて、明日からハワイの天気予報として今県ハワイ見ましょう。はい、波情報もやってるので1日2本アップしてるので見てください。はい、うおー、すげー鳩の集団、怖いな。はい、ということでね、編集してないのでこういう生ライブ映像もバンバン出てきますよ。はい、たまには今県が転んだりしてますから。はい、それでね、ところどころにね今県ファミリーって出てくるんですけど、なんかねそれハワイのやばい変な集まりじゃないんで、単純にね今県ハワイを見てくださった人たちがコメントを入れてもらっていただきね、で今県がねそれに、動画の中で、返信をしてます。それがね今コメ返しって呼んでるんですけど、そんなねあのファンクラブじゃなくて、今県のファンの皆さんが、はい、すげえグダグダになっちゃった。はい、矢沢永吉さんのファン同士が矢沢ファミリーって言ってるように今県ファミリーって呼んでます。なのでね、1回でもコメントくださって今コメ返しされた人、もうあなたは今県ファミリーに入ったということになりますよ。はい、じゃあねどんどん行きましょう。じゃあね、はい、昨日いただきましたコメント、この動画の中で今県がコメント返しする今コメ返し行ってみたいと思います。まずはね、昨日 YouTube チャンネルを紹介させていただいたアンディさん、イエイ、アンディトレードハワイ毎日暇日記さんです。でね、早速のコメントアンディさんありがとうございました。でね、いや、やっぱりビール飲みながら今県ハワイ見てくださったんですね。しかも昨日の動画3本を一気見してくれちゃったみたいで、ありがとうございます。今日ね、最初ねアンディさんのねコメント読ませていただいた時に、あのね、僕の動画見ながら、え、3本、やっぱビール3本も飲んだんだって思って、すっごいおかしかったんですよ。だってほら昨日のキーワード、アンディさんビール飲みすぎでしょ。
もうだってほらビール飲んでゆっくりしてる動画ばっか上げてらっしゃるじゃないですか。だからね、うわアンディさんビール飲めねえんだ3本と思ったら違いましたね。3本は今県の動画の数でしたね。はい、ということでね、ちょっとねすごい逆に笑わせてもらった今県でした。でね、昨日のね合言葉キーワード通りじゃーんっていうのを外してもらったんですけど、アンディさんのチャンネルにね早速ね今県ファミリーがね登録してくれたっていう報告が入ってます。ゆつきの母さん、坂由美さん、ロミカさんもかな、なんかね本当ね昨日今県がこの動画の中でお願いしたんですけど、チャンネル登録していただいてありがとうございました。ペゴリでね、坂由美さんは5ドルランチ動画見ましたよって、でゆるゆる感編集も絶妙でハマるわってね、そうでしょ、今県言った通りでしょ、ハマるでしょ、アンディさんの動画なんで、なんか違った意味でね、なんか本当今県とはね違ってゆるゆるして本当面白いんですよ。でヤマシーさんなんてね、もうねワードの5ドル弁当全種類食ってみたいっすって、でね入り替えから、ビキでちょいちょいのエリアなんでって、それねヤマシーさん俺思うんだけど、チャリンコで行ったらねやっぱそれ腹減るわ。うん、そしたらねヤマシーさんねやっぱ5ドル弁当片っ端から食ってください。はい、よろしくお願いします、ペコリ。はい、でねアンディさん本当なんかねコラボれればね面白いですね。例えばね今県ね車好きなんですけど、ミニね運転したことないんですよ、この新しくなったミニ、古いミニはあるんですけど、だから例えばねアンディさんのミニを僕が運転しながら、だって最近ね僕ね車運転しないんですよ、チャリンコばっかで。だからねアンディさんのミニは僕が運転しながら、今県ドライブっていう企画どうでしょう単純に俺がなんか車運転したいだけじゃんって感じなんですけど、はい、そんな感じでねなんか面白い企画できたらいいっすよね。アンディさんよろしくお願いします、ペコリ。でねこれもおかしかった、ハッピーアワイさんはやっぱり僕の動画見ながらビール飲んでくれたそうなんですけど、ハッピーハワイさんはなんと2本飲んだそうです。はい、ということでね今日のキーワードなんですけども、う決まりましたよハッピーハワイさん。はい、ハッピーハワイさんビール2本少なすぎっていうのでどうでしょうか。はい、ということでね笑ってくれたら嬉しいです。はい、でね今日ね今県ファミリーの中でね今米返し第1号一番最初はなんとね涼子さん。はい、涼子さんすごいんですよ、昨日すごいこと起こりましたよ。はい、なんでかっていうとですね、ほら昨日の撮影現場あるでしょ、シェラトン湾駅とハリクラニのビーチのあそこのパワースポット、あそこでねほら涼子さん昔サンダルなんか波にさらわれてなくなっちゃった漂ってる私のサンダルって言ってたじゃないですか。なんとね今県ね撮影終わって戻ってきたら今県のサンダルもね波にさらわれてたのでね、行ったり来たり行ったり来たりしてて、でね涼子さんが今県さん大丈夫ですか、体調悪くてパワー送りますねって言って、涼子さんがほらパワー送ってくれたでしょ。だからねもうねサンダルうまくキャッチできましたよ、そのパワーもらって。はい、ということでね涼子さんありがとうございました、ペコリ。はい、でこっからねちょっとペース早くいきますよ。はい、じゃあね坂弓今米返し、はい、さっき言ったはい、バービーさん、おかげさまでね皆さんのハッピーバンクからのポジティブパワーいただいて、だいぶね元気よくなってきましたよ。ほら今日声の張りが違うでしょ。はい、でね矢沢ファミリーの A ちゃんがボスって言われてるみたいに、ボスって呼んでくれた、バービーさんとかねヤマシーさんありがとうございます、ペゴリ。いやーけどまだね今県まだまだ貫禄不足かな、こうやってなんか台本書いててもね読めないし、ちゃんとすごい噛むしダメでしょ。なんでこれからも頑張りますんで、皆さんにボスって言われるように頑張ります、よろしくお願いします、ペゴリ。はい、それからねロミカさん、はい、キャリアウーマンロミカ、今県パワーでお仕事頑張ってね。けどねマックシェイクはカロリー高いと思うよ。はい、それからねロイヤルハワイアンさん、いやいやいや本当ねロイヤルハワイアンさん、まちゃみさんに続いてねもう今県ファミリー驚きましたよ、みんな絶対びっくりした。俺もう本当やられちゃったもん、だってロイヤルハワイアンさん男性だったんですね、びっくりしましたよ。今県ね危うくねミランダさんバービーさんロイヤルハワイアンさんで今県ファミリー別動隊
かっこ郷ひろみ3人娘結成ってね、いつか言っちゃうかと思ってたもんだって。はい、なんでね、もういきなりねロイヤルハワイアンさんが男性だってこと超ビビりました。はい、ちなみにね今県はね佐山さとるも好きですけどダイナマイトキットの大ファンでした。イエーイ。はい、やましい探偵団頑張ってね。はい、じゃあね小暮さん、ポジティブな今県頑張ってくださいねって。いや小暮さんのポジティブな笑顔を思い出して頑張りますよ。はいはい、それからやましいさん、さっき言ったけどね、なんでサンダルさんへのコメントはすごい丁寧なのに今系のコメントはこうなのかな、一回聞いてみたい。はい、以上。はい、ひとしさん、今系涙もろいんですよ。だってほら熱盛でしょ、熱盛ね、もうだからね、いやまあちょっとね昨日はうるうる来ちゃったかな、皆さんの温かい言葉で。けどね一個だけ言ってきます、僕ね血圧はね正常なんですよ血圧は高くない。はい、それから町口光子さん、はい、くれぐれも無理なさらずに体調整えてくださいませ、ピースって。いや優しいな、本当ありがとうございます。でね、樋口真理子さん、しんどいのに配信サンキューって、こちらからもサンキュー。はい、でねまだ来ましたよ、ハッピーハワイさん、やっぱり今健さん面白いって、最高の褒め言葉ありがとうございますペコリ。けど今日の合言葉のハッピーハワイさんビール2本少なすぎの方が面白いと思いますよ俺。はい、それからヒロノさん、サンダルさんが宣伝してるハワイアンホストとミニストップのコラボのマカデミアナッツを、のシュークリーム食べながらって見てますって。いや美味しそうですね。で今健ライブ最高って、シュークリームとどっちが最高だったんでしょうか、聞いてみたかったです。はい、けど今県ライブシュークリームのお供に見てくれてありがとうございますはい、次ね須田幸恵さん、ほらほら漢字読めてますよちゃんと。はい、お体大事にしてくださいね、これからも応援してますって。やっぱ優しいな、ほんとありがとうございます。はい、いやいや、こうやってブラブラワイキキを自由に歩けるのも今日なのかな、これから2週間またここほんと人いなくなっちゃうんだろうな。はい、それからね、ゆつきの母さん、ダメダメ今無理したらダメですよって、さすがに大阪のおばさん強烈。けどねそういうの嬉しいですね、優しさ溢れててありがとうございますペコリ。はい、でねゆずのね栄光の架け橋のプレゼントありがとうございました。今度ねチャンスだったら歌います。はい、それから、今ね以上がですね、昨日の今県ハワイライブに口コメ、口コメじゃない、コメントくれた皆さんでした。はい、じゃあここからね昨日のハッピーバースデーのコーナーにもたくさんのコメントいただいたんで、今コメ返しして、いきたいと思います。やっぱすごいよね、もう今県律儀だよね全部やってて。はい、リチャードさん、次のねじゃあハワイ来られた時はぜひぜひね撮影助手お願いいたします。いやカメラ振りすぎですかね今県ね。はい、それからねロミカさん、今県の鉄人仕事褒めてくれてありがとう。いや本当ね、けどねなんか大統領に会いに行ったんですよ、あの南の島の、あれはね本当ね今ではいい思い出かな、だってめったにそういう人会えないよね。はい、それからねヤマシーさん、いやこれは本当にまた来たよって感じ。南の島の大王は今県通訳ハメハメハって、これさもうカメハメハじゃなくて、しかもさハメハメハだもんね、もうこれ親父ギャグでしょね。いやこれからもね愛される悪役ヒールダイナマイトキッドみたいなやつでいてくださいね。はい、ひとしさん、いやこのひとさんこのコメントはね今県もらってねちょっとねなんつんだっけ、背筋が凍るじゃなくて背筋がピンと伸びました。はい、じゃあね何に向かって、そうだな、やっぱハワイで一番高い建物に向かってひとしさんの、いただいたコメントを読みましょう。はい、世界中が復活する日を願ってっていうような、コメントいただきましたが、これは今県に世界に向けてポジティブパワーを発信せよって指令ですよね、ひとしさん。はい、ラジャー
受けたまわりました、頑張りますペコリ。はい、そういうことで、なんか今はもったいぶって言ったんだけどあんま面白くなかったかな、はい、ごめんなさい。でね、ハッピーハワイさん、最後の今米返しです、今日ので。ね、ただね、ここでちょっとね、一言今県宣言したいです。はい、なんかね、今県への体調のお気遣い、お言葉いただいて本当ありがとうございます。でね、毎日毎日もう YouTube 上げなくていいんじゃないかって言ってくださってるんですけど、もうね、4月1日から毎日2本連続でこうやって YouTube 動画上げ続けてるんですね。でこれはね、なんかね、毎日のもう本当ね、日課になってるし、もう毎日これがね、生きがいになってるんですよ。はい、なのでね、本当はね、途中でね、やめたかったんですね。で実は今県、昔プレジデントオンラインって、皆さんウェブサイト知ってます？ほら、経営者の人たちがよく見たりとか、そういうほら、いろんな経済ニュースとかがたくさん載ってるプレジデントオンライン、マーケティングとか市場調査とかいろんなことが載ってるんですけど、それにね、実はね、いつだったっけな、5月の後半ぐらいかな、取材受けたんですよ。でね、その時にね、その取材の担当者、編集者の人に言われたのが、これはもうロックダウンが終わるまで毎日頑張るしかないですねと。でね、言われて、そうだなと思って、毎日頑張ろうってすごい思ったんですよ。だからね、これはね、もうね、いわゆるこれ今県のね、願掛けです。ほら、なんかお願い事するからって、なんかお百度踏みでしたっけ、しちゃったっけ、わかんないけど、なんか神社にこうやって何回も往復したとかするじゃないですか、神社なのかお寺なのかわかんないけど。だからね、とにかくね、願掛けなんですよこれ。だからね、皆さんがこれ見てくださってる日本の皆さん、もしくはハワイの皆さん、それから世界中の皆さんがね、もうロックダウン、コロナ終わってね、コロナが収束してね、そんで皆さんがワイキキにハワイに帰ってくる日まで毎日毎日続けようって今思ってます。なんでね、そういう気分って、気分じゃないかそういうつもりで、そういう心構えか、はい、そういう心構えで今県やってますので、ぜひね、皆さんこれからもね、応援よろしくお願いします。はい、これ結構真面目に言ってます。なんで毎日毎日頑張ります。明日からロックダウンですけど、本当に短い動画かもしれないけど、上げ続けて頑張りますから。はい、ということで、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあワイキキで一番高いハイアットリージェンシーワイキキに向かって、皆さんよろしくお願いします。ペコリ。はい、ということでね、今日はなんか短く済まそうと思ったんですけど、やっぱりなんかね、昨日も誰かコメントもらってましたけど、やっぱ喋り続けてると結構ね、こう燃えてくる今県なんで、なんかいつもの長さになってますねこれね。はい、でね、今県へのね、皆さん温かいメッセージ本当ありがとうございます。復活の日、今県ポジティブパワー全開の日は近いです。はい、でね、今日のキーワード、いきますよ。はい、アンディトレードさん、ビール飲みすぎは昨日のキーワードなんで、今日はハッピーハワイさん、ビール2本少なすぎでいきましょう。はい、じゃあね、皆さんコメント入れていただいて、その後にハッピーハワイさん、ビール2本少なすぎでよろしくお願いします。じゃあね、今日もね、最後まで見てくださってありがとうございます。明日からね、ロックダウン再開なんで、別のね、角度から、はい、工夫して、ワイキキを撮っていきたいなと思ってます。はい、ということでね、最後、キラキラ光る太陽、光る海、光る大空、光る大地で締めたかったのに雲がかかってますけど、この雲の今日の形は何でしょう。はい、何かなこれ。いやー、これからハワイ、もしくはじゃないか、世界が復活するフェニックスということで、はい、じゃあ今日はフェニックスの雲に、送られて終わります。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハロー、シェゲナベイビー、バイ。